うす、こんにちは、こんばんは。どうも、カメレスということですね。今回なんですけども、超大型アップデートが来て、いろんな武器がですね、変身を遂げてるじゃないですか。あの武器がこうなったりっていうと、あの武器がこうなったりとかっていうのがあるんですけども、なんとですね、ちょっと一つだけ、飛び抜けてエグいやつがあるんですよね。それがこちら。昨晩私のもとに、一通のメッセージが来ました。DM 失礼します。HBK の大口径弾薬をつけて、射程を伸ばすヘッドに厚切りになります。え、マジ？やばい、できるだけ早くそれ紹介するわ。ニワつけなんて初めてだし、ちょ、再生回数取れそうじゃね？というね、情報がカメさんに回ってきたわけですよ。いや、本当にカメキッズ大好きということですね。今回ちょっと HBK 紹介していこうかなと思います。ちょっとなかなかえげついんですよね。そのカスタムがこちら。一応ね、このカスタムにすれば、さっきのその会話の通り、2発キルにすることができるんですよ。一応このマズルに、モノリシックサプレッサーと、そしてこの OWC マークスマンと、そして弾薬に、大口径弾薬をつけることによって、2発キル武器が完成するんですよね。まあ他のアタッチメントは、まあちょっとお任せですね。でなんですけど、早速その驚きの性能を見ていきましょうか。まずですね、このヘッドショットですね、これ見てください。54ダメージ、えぐくないですか。しかも胴体で35っていうことで、サースキなんかめっちゃ雨降ってきてんけど。でこれね、全シーズンの計測をしなかったんでわかんないんですけども、これ上半身、ほら胴体とこの手、なんとここね、2つこれ3発球なんですよ。一応この下半身に当たってしまえればその4発球になってしまうんですけども、これさ、例えばよ、はい、敵と接敵ました。バババ、これで終わり。やばくない？バンバン、これで終わりっすよ。えぐくないっすかこれ。そしてね、射程を測ってみたんですが、なんとこれ16メートルまで、はい、こんな感じに2発キルすることができるんですよね。17メートルになると、2発キルできません。そして今回の装備なんですけども、まあ、HBK に大口径弾薬をつけて、相談数が24発しかないんで、それを補うために今回は、新ハンドガンのレネッティプラスですね、ADS 頃が、ま、少し遅いんで、今回は、ライトウェイトに代わって、機敏をつけています。それでは早速ランクマッチ行きましょうか。ブチブチにするぞ！ということで早速 HBK 使っていきましょうか。よろしくお願いします。こいつらにですね、初の2発キルの恐怖を覚えさせてやる。うん。ちょ、マジね、どうするこれ。イモりたいところなんですけども、やっぱそれだとね、絵面的にあれなんで、ほら、これ、えぐくり時計。ちょっと今のはね、まあ、惜しかったところであるんですけども、ちょっと今回ね、この時計、頭ヘッド、は、なに？おい、大丈夫かお前ら、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、うん。そんなんしたかくれた、カメさん。ちょ、今危なかったな。ワンチャンのリスをぐちゃぐちゃに荒らしてるやつを、ブチブチの剣にするとこやとは。一旦こう使っていってあげて、さあこれ前線押していくよ。そいつをちょっと縛っていきたいところなんですけども、UAV 見る限り大丈夫。俺が配車に入っていこうじゃないか。オッケー、いいぞ。いや、撃ち合い性能エグいな、これマジで。敵がさ、俺のことを撃つ前に。いや、やれる？ヘッドショット当てろ。ヘッドショット。ヘッドショットあったらね、凄まじいキル速出せるんで、一旦これはね、イモイモする。ほら、俺お得意の、カメさんお得意の強ポジ。なんか今シーズンもね、その LK 強化されたみたいなんで、なかなかやっぱりその LK もさ、LK 愛用者もね、いるんじゃないでしょうか。でもなんかその、今シーズンの環境なかなか面白いよね。そう。なんかいろんな武器がね、やっぱりその輝いてますんで、はい、買っていく！いくマジ！え、ちょ、マジやばい！でもこれちょ、やっぱ相談数だけがね、ちょ、弱点であるんですけども、しっかりこれも、二人カットしていきます。そしてこれ一人詰めてるから、そっち大丈夫そう？オッケー？大丈夫そう？いいよ、そこ。いや、MSMC 買ってちょうだい。オッケー。電話してちょうだい。ナイスナイス！死体を引いて。ナイス。おい、ちょっと待って、IQ300 おっていいけど、IQ300。これ、一旦これ無理やから、一旦ここで、お前、どけ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 。どけ、俺の強ポジ。俺の特等席。俺の特等席使うな。さあ、これ二人、えぐちょ、して。時計化け物やねんけど。これ、やばくねこれ。禁止でしょ、こんなん。アウトでしょ。なんかリス荒らしまくってるんですが、それは。なかなかね、敵も多分泣きますよ、これは。泣くね、泣くレベルやねこれ。おい、やめてくれ、お前ら、かわいそうやん。かわいそうや、かわいそうや、かわいそうや。これ、ちょ、待って、えぐいって、マジ。キル数やばいって、これ。キル数やばいことになってる、これ。ちょ、待って。俺さ、もう深夜やねんか、今。深夜やからさ、ちょっとやっぱ深夜にやるの久しぶりやからさ、結構やっぱそのキル数とか心配だったんですけども、これちょ、キモくね、これ。俺一回下がるわ、これ。あかん、あかん、あかん。もう下がらせてくれや！いや、お前らね、ヘッドショット当たった瞬間死ぬと思うよ。ヘッドショットちょっとでも、こういうこと。
こういうこと、こういうこと、こういうこと。やばくねこれ。SR より遠距離性能高いねんけどこれ。オッケー、前線押し行こうぜ。いいね、気持ちいい。さあそしてこれ前線押し行くんですけども、あちょー、わちょー。オッケー、後ろかな、こっち大丈夫そう。なんだお前、ちょお前頭キノコみたいな、お前あれや、俺の拾うな、俺の拾った見たぞ今。あかんこれ、ほらほら、お疲れお疲れ、ちょ待って、ちょ待ってこれこれキルス大丈夫かこれ。放送事故なんですかそれは。ちょっと待って、29キルいってんねんけど、大丈夫これ、入ってさ、これ女の子いるこれ。これさ、60キルいったら、今じゃ発言できない、大丈夫かお前。結構危ない発言し、お前、めっちゃ固まるやん。めっちゃ、いねえよ、思うて一掃されそう。いや、これ多分ね、角待ち女。でもさ、俺ここあったら絶対負けんくれ。いや、マジか、それ負けんのかいな。フラグ立てんなよ、お前。ちょ、ここでね、削ってきた俺は。こういうこと、こういうこと。来てないかこれ、一回いるよねこれ、勝手ぬるかよ。さあ大丈夫君たち、前線すごいことになってる。マジかマジかマジか、ちょ待って、これ建物の中にまでも入られてんねんけど。お前ら持ちこたえろ、持ち帰っとろよ、ほら救急内使っていけ。お前らのマジでお得意な HG40、 うん HG40 とは。ちょ今回マジでパーティーになってるぞ、キルパーティーになってるわ。バイオハザード4になってるよ、これマジで今回。うん、アクション映画とかしてるわ、これ。ホラー映画だったのに、なんかアクション FPS ゲームとかしてた気について。一旦これは、ちょ待って、こっち行っての。この時見ろ。オーマイガー！ちょ、カメさんもね、今年からやっぱりその、稼ぎ始めたからさ、ね、やっぱり税金とかいろんなことを学ぶわけですよ。そしてね、税金の取られる額に毎回絶望するわけ。え、そんだけ取られるのみたいな。ちょっと待って、あかん。ほら、お前、ブチブチに取ったぞ、マジ、ほんまに。おい、挟んでいく。なんでお前生きてんねん、なんで。お前、無敵のものがおるんですよ。フルチャージに対応してるものがあるわ。ほい。そして、ナイスナイスナイス。UAV も出し行ってあげて。終わってる終わってる、ちょ待って。勝つぞ、勝つぞ、勝つぞ。まだいけるまだいけるまだいける。オーマイガーオーマイガーオーマイガー、まだいけるぞまだいけるぞ、俺ここで耐えるぞ。カメさん耐えてけ、マジかマジかマジか、一人カットして俺だ。あーマジか、ちょ待って、これ防衛してくれ。これ今回40キロしてんねんけど俺、やばない、フルパワーなってるな、うん、フルパワーカメ戦になったら本当に、うん、第2形態トラックスなってるこれ。これがねマジ俺の強行じゃねえか、俺の宝物やこれが。カットしてのさあ UAV 見て、まだそっちから来そう、大丈夫そう、耐えてくれ、用次郎オッケー、カットしていく。マジかよそれ、マジそこで負ける。だからカメさんお前彼女できねえんだよ、それ大事なところでさカットできねえから。ちょ待って、今回50キロいきそうなんですかそれは。いやでも無理やなこれ、結構さやっぱガバってるところがあったけど、でもそれでもこのキリストはなかなかいくよね。マジで今回 HV 級よりあると思うんだけどこれ。さあまだまだいくよ、まだまだ進んでいくよ。あんキノコ狩りしていく。えちょっと待って、下ネタに聞こえるからやめろお前が言うの。キノコ狩りしていく、そしてハンドガンでまだまだ行くぜ。ちょ待って、これ負けんじゃないですか。え？あ、負けるんかーい。でもどうすか皆さん、今回多分ね、この HBK の強さが分かったと思う。でも、旗に乗らなかったのはマジでごめん。ブチブチにするぞ。ということでね、今回はマラのおっぱい、あ、間違えた。ということで今回 HBK どうだったでしょうか。これからもですね、こういったような武器紹介動画などやっていきますので、皆さんよろしくお願いします。この動画面白かった、うまかった、参考になったっていれば、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。